1010 10系埼玉新都市交通線系電車は、埼玉新都市交通が、稲線開業時に導入した、新交通システム用の電車である。後に、リニューアル工事が行われ、1010 10系となった。モデルチェンジした造備車の1050系についても記載する。大宮駅に到着する1010 10系19編成、川崎重工業、新潟鉄工所で製作され、 1983年の開業より運用された。開業当初は4両編成を組んでいたが、増強されて6両編成9本となった。編成、MC1110、M1210、M1310、M1410、M1510、MC1610、車体は、日本の AGT の標準とされた、1両あたり長さ8メートル、二軸4輪で普通構成、制御方式は、 サイリス体操制御を採用しており、ブレーキ装置は回生ブレーキ併用の電気指令式、空気ブレーキを装備している。側面中央両側に両開きのドアを一組備える。車内はロングシート、冷房機器は床置きで車端に配置された。前面の行き先表示は方向板を使用した。車輪は当初、パンクの心配がないウレタン充填ゴムタイヤを採用したが、 乗り心地が悪かったため、1990年までにすべて窒素風入の空気タイヤに交換した。この空気タイヤは内部に金属製の中後があり、パンクしても中後で車体を支えて走行できるようにした。1986年から1992年にかけて中間車ユニットを組み込み、順次6両編成に増強されたが、1992年に 7から9編成に組み込まれた3.4号車は、1990年より導入された1050系と同系として申請されたため、当該車両の形式は M1350M1450 となっている。1050系の規格に合わせたため、車両の内装や貫通路の幅が異なっていることが、車内から確認できた。なお、6編成分の12両は、 自治体と JR 東日本による経営支援により増備された。1998年から2001年にかけてリニューアル工事が行われた。車体の補修、室内の化粧板の一部を木目調に変更、座席の改善による定員の増加、貫通路の幅の拡大、冷房装置を小型化して床置き式から天井式に変更。 走行関係装置の更新が行われ、車番は1010 10系となった。開業以来、白い車体に赤い帯の塗装だったが、黄色の車体に黄緑色の帯に変更された。なお、1050系タイプの中間車は、リニューアルの対象外とされた。開業から25年以上を経過して老朽化が進み、バリアフリー化も行われていないため、 2010年より2000系及び2020系によって順次更新されて廃車が進み2016年6月26日のラストラン団体専用列車を最後に営業運転を終了した丸山車両基地に最後まで配置されていた17編成は2017年度中に廃車されることが決まり2017年11月の丸山車両基地祭りで最後の展示後 2018年2月26日から28日の間に陸送された。1050系、第52編成1050系、第53編成東北、上越新幹線の脇を走る1050系、川崎重工業制で6両編成4本が自治体と JR 東日本による経営支援により導入された。50編成は1990年の羽根岸。 マイナスライアド間の遠心会業用に申請された。増発のため、1994年に51編成、1998年に52編成、1999年に53編成が投入された。編成、MC1150M1250M1350M1450M1550MC1650 MC 増備に伴い、 線形のモデルチェンジを行った。車両性能は同じであるが、運転席にパノラミックウィンドウを採用して、前面形状が大きく変更された。内装も木見調となり、冷房機器は小型化されて天井に設置したことで、車端に置いていた線形より定員が増加し、貫通路も拡大した。ただし、50編成は、先頭車の MC1150 と MC1650 に、 冷房装置が1台しか搭載されていないため弱冷房車となっている。51編成以降は冷房装置が他の車両と同様に2台搭載となったため先頭車の形式は MC1151 と MC1651 にそれぞれ変更されている。全面運転台のもとに字幕式の行き先表示器を設置していたが2013年4月頃より使用を停止し、 線形と同様に方向板を装備している。以後、行き先表示窓には、ニューシャトルと表示されていたが、53編成は、記念塗装が施された際に、52編成は、現行塗装に改められた際に埋められた。52.53編成は、陶器に除雪装置を取り付けることができる。本系列のスカートは、除雪装置の取り付けの関係上。 除雪装置使用時期は鋭角型スカート、その他の時期では半円形スカートを装着している。導入当初は線形と異なり、白い車体に赤い細体と窓周りはダークレッドの塗装で登場し、後に黄色い車体と黄緑体に更新されたものの、後に全ての編成が異なる塗装となっている。2020系の増備により、50編成は2018年度内に引退が、 予定されていたが、2019年1月に2 0 0 0系0 6編成が脱線事故で運用を外れたため、50編成の運用が延長された。06編成の復帰に伴い、50編成は2019年10月25日の運行をもって引退した。続いて51編成が2020年3月末で引退した。ありがとうございます。